最初これ見たとき、こんなのできるわけないじゃんってできてましたね。2色ゼロですよ。これは画期的ですよね。狙い通りよ。中途採用が9人で、新卒が10人っていう、素晴らしい。素晴らしい結果が。全部いいことばっかりじゃないか、みたいな。やってよかったですね。岩瀬さんと会う前の2年ぐらいは、その人材紹介の方でのお金が、年間5000万とか使ってました。そうなんですか。で、ホール調理だけじゃないですからね。ホールスタッフもそうですし。そうなんですか。採用費めちゃくちゃ抑えられますね。そうですね。考え方はすごい変わりましたね。前はお客様を入れるために宣伝をかけてたのに、今は人材を入れるために宣伝広告費を使ってるっていう状況です。採用費っていうふうに考えてないですね、その辺のものも。この動画に関しても、ね、で紹介で考えるとやはり120万なので、まず半額になってるっていうのは、人を入れるためのブランディングと広告費っていうところでこのプロジェクトがスタートしたと思ってますね。だって宣伝に使ってるんだったら全然嬉しいですね、その分で。お客様もそうですけど、人材がこうあそこの会社に入りたいって思ってくれるような宣伝ができるっていうのは、そのブランディングはやはり今回の板前プロジェクトでないと多分うまくいかなかったんじゃないかなってすごい感じてます。これ始める前って何人だったんですか？去年新卒3人でした。それだって17人辞めてますから。あ、普通に考えただけだって33しか入ってなかったら、あと11人ぐらいは紹介で払ってますね。酒ですね、離職がすごかったんですよ。あ、そうなんですね。調理人だけで年間15人とか辞めてるんですよ。でそこは多分定着しないっていう理由がやっぱあるんですよね、魅力が足りない、なんか伝わってないんですよね、僕らがやってる料理に対する思いとかですね、そのお客様に対してどういうものをこう作りたいとか、ましてや今やってたような後輩を育てたいっていう気持ちが一番伝わってなかったのは、一緒に働いてるメンバーに伝わってなかったんですよ。社内でです。でこれを外側に発信するために作ったことによって、中に思いっきり発信できたので定着率が相当上がりました。秋から今半年間で離職ゼロです。離職ゼロですよ。17人辞めたんですよ、はい、ほとんど。